乃木坂46井上和、グループ加入前からファンだった遠藤桜に愛のメッセージ、ずっと好きです。7月1日深夜放送の日本テレビ系長、乃木坂スター誕生に出演した乃木坂46、遠藤桜が、後輩、井上和からの言葉に笑顔を見せる場面があった。今回の放送にゲスト出演し、桑田圭介の、明日晴れるかなを披露した遠藤。 歌唱後には、自分の好きな曲を歌えるのはやっぱ嬉しいし、こうやって番組に呼んでいただけることもすごくありがたく思っているのでとコメントした。すると、スタジオで遠藤の歌唱を聴いていた井上和は、初めて好きになったアイドルが遠藤さくらさんで、遠藤は私なんて、っていつも言われるんですけど、乃木坂46に入る前も入った後もずっと好きですよって伝えたいと発言。 しかし、遠藤は、いや、モテたことが初めてすぎて、と戸惑った様子を覗かせた。また、井上が、やっぱファンの時は、それこそオンラインで、ミーグリとかで話せてもすぐ終わっちゃうんですよ。でも、今は、こんなに長い間見てても0円、ともコメントすると、遠藤は笑顔を見せていた。